はい、こんにちは、中島です。ですね、今回は、クロームというゲームをちょっとやっていこうかなと思っております。で、クロームってなんだって話なんですけど、皆さんデッドアイランドをやられましたでしょうか？ゾンビただひたすら腹蹴っ飛ばすゲームなんですけど、僕も PS3 版やりました。まあまあ面白くなかったかなとは思ってますけど、いや、ただオープンワールドで背景もすごく綺麗で良かったんですけど、まあ惜しいとこはいっぱいあるかなっていうゲームでしたけど、まあメタスコアは80かなんかもらってて、海外ではかなり人気の作品になってます。で、その何ですか、エンジンが、確かクロームエンジンなんですよね。で、クロームエンジン5なのかな、デッドアイランドは。で、その歴史をどんどん遡って見てみると、クロームエンジン1というものがあるんですよ、やっぱり。で、そのゲームがこれです。テックランドから出てる、2003年かなに出た、クロームエンジンの最初のゲームなのかなになります。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。ニューゲームでね、このゲーム3対4なんですよ。4対3か。4対3です。で、ミディアムでいかせてください。4対3の、画角なので、ご了承ください。How'd you manage to track them down? 声でかいな。I've got connections. So did you find out more about those blueprints? Nothing more than what was officially stated by Octolab. They're keeping it top secret. Okay by me. We'll get the reward for retrieving the disk and we don't need to know anything else.What about that smart ass from Octolab? The one transporting those blueprints? まあ、ストーリーというよりは、そのゲームのエンジンを体感しようかなと。で、今あれがあるじゃないですか、デッドアイランド。あと、有名なところでコールオブファレス。あれもあんまり評価高くないですけど、コールオブファレスというセーブ劇なんですかね。やったことないのでわからないんですけど、そういうゲームが出ています。はい、で、その日本語パッチの話なんですけど、Check the equipment and I'll get the navigation data synchronized. We leave as soon as you're ready. はい、でないというか、探しても見当たらないので、とりあえず英語でやります。ただ僕、英語全然できないので、ストーリーはうまく伝わるかわからないので、ご了承ください。で、チュートリアルかな？これなんですよ。これ、光の感じとかすごいいいですよね。2003年に出たゲームです。なかなか普通に遊べそうな気がします。チュートリアルやらされてる気がしますね。 F Take all the objects from the create ピックアップしてください。いただきます。ちなみに僕マウスで FPS やらないので、 FPS ゲーム好きなんですけど、こういうパソコンで FPS をやることがほとんどないので、マインクラフトとかですよ、ほとんど。はい、なのでかなり下手くそなのでご了承ください。インベントリキー、ああこうなって、なんかバイオハザードみたいですね。バイオ4かな、4だったかな。面白いですね。スロット&あ、マインクラフトみたいにポイと、あ、面白いじゃん。で、もう一回拾えると、はいはい、まあ、ギリギリね、わかる英語で書いてくれてるので、助かりますね。で、デフォルト3、チューズピストル。あ、これで武器の切り替え。マウスホイールじゃないんですね。マウスホイール。You can aim most of the... あ、これでエイムを合わせると。で、撃てる。へぇー。で、E キー。スコープみたいな、望遠鏡みたいなのが使えると。 M でマップ、あ、結構細かく、あ、しかもウェイポイントが定められますね。あ、しかもここに距離が出てますね。親切ですね。で、 Ready? Okay. はい、大丈夫です。 We'll get to the river through the woods. Then we'll cross the bridge and keep going through the forest toward the complex.I don't expect any problems on the way, but keep your eyes open and stay close.
森のタワーがある。川を越えていきましょうと。ローガン、stay by me。ローガンつんですね、僕は。音でかくないかな、これ。大丈夫かな。これね、なかなかこのエンジンの押されてるところで、この木漏れ日っていうんですか。You're risking the whole mission. Come back. 描写がね、この木漏れ日とか。You're risking the whole mission. Come back. すいません。結構綺麗じゃないですかね。Contact. Two at 1 o'clock. Take him down. 方法じゃない。いた。これあれですね、従来の FPS と違って体力ゲージがありますね。回復していかないと。あ、こいつらもちゃんと武器落とすんだ。サーチボディ、サーチボディはどういうのするの。 F か。あ、弾がある。これ弾もらえないの。あ、もらえるんだ。126。なんかいちいち開いちゃう。よし、行きましょう。ある程度は進めたいので。で、僕の実況スタイルは本当に飽きてしまったら別なゲームというか、一度にいろんなゲームに手出して進めていくとは思うので、突然そのプレイをやめるゲームももしかしたらあるかもしれないので、そういうの気にならない方が、ご覧ください。これ Chrome ゲームやってて、他のゲームもどんどん配信していくつもりですけど。 We have to cross the bridge and reach the forest. Let's do them in now. 途中でやめてしまう可能性もあるということ。ちょっと近づこう。川だ。水も空が反射してて綺麗ですよね。そう、あくまでもエンジンを楽しむということなんで、こういうところもちゃんと見ていこうと思ってます。デッドアイランドも外すごい綺麗だったんですよ。普通に観光ゲーでいいじゃんって。そんぐらい。これ一気にババって、あ、ダブルクリックで入ってきますね。あ、これ2つ持てちゃったりするのか。あ、それは無理みたいですね。必要ないもんね。だってこれで F キーでチェックして、欲しいアイテムがあったらダブルクリックですね。了解しました。はい、行きましょう。10分で収まるかな。あそこに行くまでで10分かかっちゃう。大きな建物が見えてきました。これで、あ、監視員がいますよ。Logan, don't walk away. Don't walk away. すみません。こいつ厳しいよ。やばい、バレた。バレたんじゃないか。あ、よかった、死んでない。Damn it! A sniper on the tower. Get it! 殺されたかと、最初のよくあるパターンかと思いましたよ。やばいじゃん。どこ行くの。とりあえず一旦引こうってことですか。痛いんだけど。これ、しゃがみながら逃げようか。え、痛いんだけど。コントロールキーで伏せ。どうするんですか。ちょっと名前が。君、名前なんていうの。え、痛い痛い。え、無理でしょ。何するのこれ。ちょっとやばいぞ、これ。やめて。え、どっから撃ってきてんねん。やめて。これどうやって、あ、めっちゃうるさい。しかもどうやってしたっけ。メニュー開くの。アイか。これ使えない。ちょっと回復どうやんの。回復しておきます。はい、とりあえずここで一旦カットして、次回また撮っていけたらなと思います。で、声が今最初初回なので入れてますけど、
サク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 動画を上げたいときは声なしでやる可能性もあるので、それも、ご了承いただければと思います。それではクローム第1回は、敵のね施設の目の前まで来て瀕死状態になって終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。